Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind das Schweizer Trio Kaffal, der Daniel Meller an der Gige, der Florian Kohns am Cello und ich, Maki Wiederkehr, am Klavier. Konbanwa, Osaka no minasama. Watashi tachi wa Suisu no Trio Rafal des. Daniel Meller, Violin. Florian Kohns, Cello. と私マキウィダケアピアノです。去年行われた第8回大阪国際室内楽コンクール、ピアノ三重奏ピアノ四重奏の部門で見事優勝を遂げたトリオラファール。卓越したアンサンブルと若さあふれるエネルギッシュな演奏をお楽しみください。第1位、トリオ・ラファール、スイス。トリオ・ラファール、from Switzerland。去年行われた第8回大阪国際室内楽コンクールで見事優勝したトリオ・ラファールには賞金300万円と日本各地でのグランプリコンサートが約束されました。3年に一度開かれる大阪国際室内楽コンクール&フェスタ、去年も大阪泉ホールで盛大に行われました。
コンクールは第一部門弦楽四重奏、そして第二部門ピアノ三重奏ピアノ四重奏、2つの部門に分かれて行われました。コンクールの一番の特徴は、出場者の年齢を下は16歳、上は35歳までと、若手演奏家の登竜門になっているところです。すでに世界の舞台で活躍し、将来を有望視される若者も多数出場しました。今ではこの大阪国際室内楽コンクールというのは、いわゆる室内楽のコンクールではもう5子に入るというぐらい、今世界中から注目されているコンクールなんですね。実はで、やはり今回いらしていただいた方々の素晴らしい演奏を聞くと、本当に確かに5子に入るんだなということを強く感じまして、まあ、毎回申し上げてるんですけども、世界の今の若い人たちのトップレベルがここで聴けるということだと思います。いろんな意味でこれは技術的なこと、それから、まあ、音楽の把握の仕方の作り方の問題、それからいわゆるバランスの問題、こういう三重奏とか四重奏っていうのはもう非常にバランスっていうことが大切なんですけど、そのこれは口で言うほど簡単なことじゃないです。もう一人一人の個性がありますから、その個性がパッと揃った時にはもう大変な素晴らしい音楽が出来上がるんですね。そのオーケストラに匹敵します。体力的にも精神的にも大変厳しいコンクールを制し、一回りも二回りも大きく成長したトリオラファールの演奏、最後までごゆっくりお聴きください。
第8回大阪国際室内楽コンクールで優勝したトリオラファールには賞金300万円と日本各地でのグランプリコンサートがプレゼントされました。北は北海道から南は九州まで1ヶ月かけてのコンサートツアーです。メンバー3人共通の大好物はお寿司だそうです。まあ、皆さんもう本当にすごい親切で、熊本に行っても庄原に行っても、庄原に行ったら3人とも食べるのが大好きで、素晴らしい和食のレストランに連れて行ってもらったんですけど、もうそういうこともあってもう本当に嬉しかったです。Thank you.
優勝を遂げたトリオラファールに対し、審査員はどのような評価をしたのか伺いました。1位になりましたのがトリオラファールといって、これからスイスからのグループなんですが、私多分このピアニストはお母様かお父様が日本人じゃないかなと思うんです、なんかそういう名前だった、まあ、だからどうっていうんじゃないんですけども、実はその去年かな、オーストラリアのメルボルンでやっぱりコンクールがありまして、そこで実は優勝してるんです。優勝したっていうことは聞いてたんですけども、これほど素晴らしいグループだとは私本当に今回実際に聞いてみてもうびっくりしたぐらい素晴らしいし、まあ、本当にアンサンブルとして素晴らしいし、楽曲の解釈に対してトリオラファールのメンバー3人が一つにまとまって
明快に表現していました。アンサンブルとしては成熟した安心感、そこに若さが加わり、とても好感の持てる演奏でした。スイスからやってきたトリオラファール、ピアノは日本語も流暢なマキ・ビーダー・ケアーさん。それもそのはず、3歳の頃は名古屋でピアノを習っていたそうです。メンバーからはピアニストとして深い信頼を得ています。Ich finde, man selten findet jemanden, der so differenziert in den Details spielen kann und den Klang ausbalancieren und eigentlich das komplett in der Hand kann haben, was sie ausbalanciert oder was sie will rausbringen, was sie will eher im Hintergrund behalten. Und das ist natürlich im Klaviertrio wahnsinnig viel wert.
Dazu kommt auch, dass sie extrem seriös arbeitet, finde ich. Immer extrem gut vorbereitet ist, ihr das Beste gibt und sehr gut kann zuhören kann, finde ich. Wenn sie es will. Genau. Jawohl. Kommento からはしっかりとしたお互いの信頼関係が伺えます。Zusammenfassen. Thank you.
大阪国際室内楽コンクールを最後に、コンクールからは卒業すると話したトリオラファールの皆さん。
今後の活動について伺いました。Ich glaube, also das stehen natürlich ganz viele spannende Konzerte im Agenda, die noch kommen. Aber ich würde auch sagen, also wir haben sicher alle Lust, das riesige Repertoire noch zu erweitern. Oder? Wir haben eigentlich ganz vieles noch nicht gespielt, was uns sehr interessiert. Und wir hoffen natürlich, dass Konzerte immer noch häufig reinkommen oder dass noch mehr reinkommen. Und vielleicht können wir auch wieder mal in Japan spielen, das wäre auch schön. Ja, also einfach, dass es eigentlich so weiterläuft wie jetzt. Und genau, ja. Thank you.
Thank you.